前略、100日後に会える庭だよ。つってもお前元ネタ知らねえよな。流行ったんだよ、ちょっと前に。じゃあこっちにするわ。おっす、オラ庭。毎週交代で買って読んだやつだからさすがに忘れてねえだろ。あれ続編が最近まで続いてたんだよ。びっくりだよな。ていうか、何突然手紙書いてんのだろ。実はビッグニュースがあって、なんと俺、3ヶ月後にお前に会いに行けるらしい。正確な日付はわかんねえけど、そんなの別にいいよな。15年も離れてたんだから、何日かずれたって。あれから本当、いろんなことがあったよ。俺、ちゃんと就職したんだぜ。花見も毎年したし、スキューバのライセンス取ったし、セブもモルジブも、お前が行きたがってたとこ、全部行ってきた。一人で、お前の指輪だけ連れて。今は病院。正直毎日しんどいけど、俺は長男だから頑張れる。これも元ネタ知らねえよな。ま、会った時話すわ。不思議とさ、俺死ぬのは全然怖くねえの。むしろなんかワクワクしてんだ。だってやっとお前に会えるから。心配いらねえよ。本当だって、あの頃お前が笑わせてくれたのを思い出して今も笑ってる。だから大丈夫だ。庭、ラグマ。脚本、さつき志保。イラスト、アス。編集、日向水。企画、制作、スイスイーツ狼さんの額。やっと会えたな。